なんか大きな岩かな、木かな。ワニワシ天然記念物。なんか身分の高そうな昔の宝石があります。ちょっと行ってみましょうか。道がないな。隙間悪いな。身分の高い人だったんでしょうね、この三つぐらいの時代から。あ、でも明治4年、明治、なんか上にあります。結構ね、身分の高い人がのお墓かな。すごいな。この多分お墓でしょうね、殿様というか、まあこの辺の結構身分の高い人かな。仏さんが多分この上に座ってたのかもしれないですね。仏さんが座ってたような、かなりマイナースポットなんですけども、ちょっとなんか神秘的な。うおー、やば、あの上に見えるかな、上に仏様がます。今日はちょっと機材を変えてまして、まあ、こんな感じでね撮影してみます。まだこういう撮影に合ってる機材なのかちょっとわからないですけども、ちょっとこういうシリーズ
っとこれ使ってみました。やば、これでかい仏様があります。多分ねこの下、多分ここにね多分お地蔵さんがおったと思うんですけど、多分落ちてきたんでしょうね。多分これ行きましょう。たくさんの仏様、お地蔵様見えます。すごいお地蔵さん。これがあの真庭市の、天然記念物です。ものすごいお地蔵さんがあります。どういう意味でここに存在するのかちょっとわからないですけども、欠けてるお地蔵さんもあります。相当古いお地蔵さんかなと思います。この先にもたくさんありまして、この奥にもまだたくさんのお地蔵さんが、やば、なんかいばくつきというか、まあなんか隠れが戦からのなんか隠れがというか、まあなんかあったんでしょうね。めちゃめちゃ不気味な、あの一番奥で終わってます。ちょっと不気味なのでやめておきましょう。ここに来るとお地蔵さんの色がなんか違いますね。見学するときは自分で照明をつけて入道します。え、どっかにボタンがあるのか。さっき見たときはなかったんですけど、どっかにボタンがあるらしいです。でちなみにあのここに文字があるんですけども、見えるかな、室町時代、江戸時代ぐらいのなんか、まあ、結構幅が広いんですけど、なんからしいです。まあ今日はこんな感じでお届けしました。ちょっとね見づらい部分もあったかもしれません。まあそれはちょっと僕もね勉強して改善していこうかなと思います。ちょっとまあでもなんだろうな、なんかゾクゾクしたい人はいいかもしれないですね。ちょっと不気味な感じなんですけども、なんでこんなとこにこういうのがあるのも謎です。花瓶みたいな、ね。まあ、おそらくね、この昔はなんか大きな神社というか建物があったのかもしれないです。そんな感じですね、はい、というわけでありがとうございました。あのお地蔵さんもねたくさんあって、本当にあのなんだろうな、写真的にはすごいあの見応えがあるかなと思います。ぜひ行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。